どうも、推しはめっちゃ迷ってるわさもんです。よろしくお願いします。チャンネル登録者数年々目標5000人目指しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのはお兄ちゃんはおしまい第6話、真宙と2度目の中学生です。いや、やばいね。今回で推しが変わる可能性があるからね。やべえんだよ、マジで。まあでも2度目の中学生っつうことは学校行くんだろうな。さすがにね、そろそろ学校行かんとやべえや。ずっとニートのままもねえっていうのはあるし。まあ、まず前回のおさらい。第5話が、まあ、コンビニでね、クリアファイルが出るから、それのために出て行き、帰りにゲーセンに寄ったら、補導され、まあ、久しぶりにね、家を自分の意思でこう出ようとしたけれども、やっぱ外は怖えな、つう印象が残っちゃったみたいなお話。とあとハロウィンだね。可愛かったね。可愛かった。エッチなやつがおったけどな。そして最後にマジで悩みの種なんだよ。あそこマジでやばいって。いや、やばい。あれで元気っ子だったらやばいね。どうなるか分かんないけど、早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。いやー、怖い怖い。大丈夫かな。よし、多分いつもより黙るかもしれん。大丈夫かな。よし、はい。それでは何だっけ、アベマ TV で再生していきます。3、2、1、スタート。まあそうなるよ。やべえ、このピンクの髪も可愛いな。まあ、いきなり女子中学生として学校に行くのやべえよな。勉強面大丈夫だろうか。まあでも言うてね、中学生だから専門的な、専門的っつっても中学だろ。大丈夫じゃねえ。公式とか忘れてそうやな。やばそう。実技もきついんじゃねえかな。あ、そしてね、関係ない。うん。これとは関係ないけど、まあ、日付変わって今2時前ぐらい、2月10日から、の午後から、2月13日の夕方だか夜だかまで、家を出ております。11日、12日にアイマスの東京ドームライブがあるんで、そっちに行ってます。なんで、金、土、日、月にかけてのアニメは、13日以降に撮ろうと思っておりますんで、遅れまーす。本編開始。第6話、真宙と2度目の中学生。
悪い顔や。マヒーロン、やべえな、やべえな。やべえやつだな。英語や。お、一緒やん。もう指針じゃん。俺の妹やな。君かわいいね。くれ。いや、いらないか。いらない、いらない。食べさせてあげよう。強引。君はもしかして女の子同士の絡みが好きなタイプかい？俺今軽音見てるから麦と重なんだよな。いいことを言う、いいことを言う。学校行ってないの不審がられんのかね。触れないだけかな。触れづらいよな。なんで学校行ってないのとか。してるから、制服？制服だ。
まあそうなるわ。やりづらそうだな。女神や。お前バイトしよったやつだな。お前。ああ おい、透過したぞ。消えた。やっぱこの子はそういうことやんな。見る専門。いやでも気持ちはわかるよ。俺も BL は見る専門なんだよ。あ、いや、でもトイレ大丈夫よ。嘘やろ。嘘やろ。嘘やろ。大変だな。これ居づらいな。辛いよ。やばいな。
ので女性は膀胱炎になりやすいんかね。かわいい先生。ああ。なんだ人気だよってなんだ。うわ、体育やん。やべえな。ダメだよ。ちょっと男子。やーべえな。やーべえ。ずっと寝てんな、この青い子。こら。こら。女子ってこんな感じで着替えんのかな。嘘やん。っていうか、夏タイ着てジャージじゃないの。なんで直なの。やっぱ夏だよ、あるやん。ずっと寝てんな、こいつ。かわいいな。
えらい。あのピンクの髪の子も気になんな。走ってんだ、ちゃんと。早っ。やべえな。好きだ。好きだ。寝てんな、また。ああ、頑張ってる。かわいい。そうね。やべえやべえ、誤解されんか。はあ、やうわ、すっげえ、ちゃんと名前ついてんじゃん、クラスメート。やべえなー、マジで。思ってたそのまんまがやってきたな。やーべえって好きだ。どうしよう。朝日がマジで好きすぎる。やばい、朝日やばい。でもね、なんかちょっと気になったのが、あの水色の髪の子がおるやん。なんかずっと寝とった子。あの子、ファミレスでバイトしてない？違うかな？あと、学校におったピンクの髪の子よ。あの子がね、着替えてる時のロッカーでさ、なんか、後ろの方でちょっとボッケって書いてある時の髪型がめっちゃ好きだった。ちょっと見直していい？見直すね。わあ、好き。真宙とロールプレイ。やばいって好きって。いや、つうかさ、だってさ、朝日さ。やばない、ファミレス。もう完全に。完全によ。もう、だってこれは、あ、違う子だな。違う子やねえか、ファミレス。髪の結び方違えよ。多分。この子違うよな。お団子っていうか、なんか、それがあって、こうまた。違うかな。
もう完全に指針じゃん。なんだ、別の子かな。3人目か。こっちから見たらなんか髪が違えな。髪の色も違うような気がするし。店員さんは店員さんだな。この人は間違いなく店員さんだな。なんかあと1人ぐらいおったような気がするけどな。入ってきてすぐのなんか引きの絵の時の。違うかな。違うな。でね、学校だよ、学校。学校のシーンで。どこだ？どっか行った。違う、頭の方か。15秒だ。15秒のこのシーンのさ、右側のさ、このピンクの子がおり。この子がね、あ、ずっと髪型変わってねえな。この子も気になるね。あと、真宙の前の席の青い子違うかな？違うな。なんか違う気がするんだよな。でもずっと寝てんの可愛いんだよな。ロッカー、今ロッカー。あ、ちょ、待って。今17分9秒なんだけど。ああ、でもなんか髪留めをしている。青い髪で、髪型似てんだけど、ちげえな。多分。ピンクの髪いいな。この子。で、これよ。17分42秒ぐらい。の、後ろにピンクの髪、おるやん。やべえ。性癖よね、もうこれ。いや、可愛いって、これ。これはやばいね。17分45秒の方が見やすいな。これやばいな。なんなら、なんか、隣にいる茶髪の、なんていうのこれ、パイナップルみたいな髪型の子もいいな。18分11秒。いや、でも寝てる子が起きてんだよな。可愛いんだよな。この子も可愛いんだわ。で、この時にピンクの髪の顔がさ、みたいになってん。可愛い。とても可愛い。寝てる子がめっちゃ気になる。走るシーンもう一回見っか。ちゃんと走ってんだよな。早いんだよな。ああ、どうしよう、好きだ。キャストのところ、一回見よう。アメリカおるやん。あ、店員さん、よう見やじゃん。店員さんも店員さんなんだな、ちゃんと。さあ、どれが誰だ？どれが誰だ？全然わかんねえけど、ちゃんと名前ついてんだな。店員さんってパフェ運んできた人やろ。あん中にいないか。じゃあ、ちゃんと店員さんなんだな。まあ、喋ってねえからわかんねえんだけどな。どれが誰なんだろう。男の子2人がなんとなーくなんだけど、でも、ゆうたは多分男だろうな。みな、
とか男か女か何とも言えない感じなんだよな。でも多分男だろう。多分。すっげえ。ちょっと男子。やばかったな。俺やっぱ朝日好きだな。ダメだもん。エンドカードもいいじゃないこれ。やべえな、性癖がそのまんま出てきたな。好きだ。やべえ。いやもう完全に、完全に、もうやべえな。やべえな。ダメだ。終わった。あ、ダメだ。終わろ。終わり。やばいな。もう今2時半だ。最後にもう一回言っとくけど、今日ね、もう2月10日の、午後から、2月の13日の夜ぐらいまで、家にいません。なので、金曜日から日付変わるまでかな。月曜日にまでまたぐ。作品に関しては、13日以降になんか見れるタイミングで見て出します。はい。でアイマスのね東京ドーム公演に行くんで、まあ、なんか一回 Vlog みたいな形でなんかちょっとやってみよっかなと思ったんで、こんな感じだよって、アイマスのライブやらなんか泊まってるホテルやらの動画とかも出してみよっかなって思うんで、まあ、気が向いた人は見てください。楽しみだな。いやでも面白かった。よかった。やっぱり俺はお前が好きだ。朝日好きだ。終わり。もしこの動画良かったら高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっております、ね、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方にリンク貼っております、ね、そちらのチェックぜひ。ということで、お兄ちゃんはおしまい第6話、真宙と2度目の中学生でした。ありがとうございました。ならね。